なんですか、色が急に真っ赤っかになりましたけども、この道はなんだか急に明るくなりましたね。ハルさん、この施設は何ですか？ここは学校だよ。はじめまして、ハルさん。私は今日からあなたが入るクラスの担任よ。よろしくね。僕は天弓。君と同じ美術部員だよ。よろしく。これ、茶髪の子じゃん。あんずちゃん。今度ね、天弓くんに告白しようと思うんだ。おお。ベル、どうやって使ったっけ？こうか。走れ。こうして、まずここから。あ、開いてねえんだ。ってことは、あの魚どうにかせんと、まずベルが上がってこれないな。魚に何を見せればいいんだ？黄金の魚って書いてあるだけ。どっかに黄金の魚、あ、右に動かす。動かす？お？これも？はあ、そういうこと。覚える。なるほどね。ありがとう。あー、わかんないってこんなの。魚を覚えて、ら。めちゃくちゃラブだ。魚ラブだ。なんもうお魚ペシンって叩こうも。どいてくれ。あ、動いてくれた。レバーを下げる。ベルがいけるようになる。ベルを呼ぶ。はい。ベルよろしく。え？じゃないな。危ない。ベルダイブしちゃう。こっち。ここは今来たところでしょ。ここ？あのはしご下ろしてもらえるか、もしかして。ベル後ろ向いて。そう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 。あれ？違うのか？ベルはこの一番上まで行って何ができるんだ？この貯水タンク登りてー。お、なんかあるー。何かが落ちてる。あ、待てよ。ベルか、これ。ベル使うのか？ちょっと待ってね。呼ぶ。一旦この辺まで呼ぶ。で、こっちに持ち帰る。あー、ベル。ベル出荷されてっちゃった。ベルをそのまま出荷してほしい。よしよしよし。お、やったー。鍵のようなものが落ちてるのだ。あれ様に近づいて受け取るのだ。ありがとう、ベル。取ってー。理科室の鍵。ベルちょっと下ろしてあげよう。そっち向きは危ない。とんでもダイブしちゃう。よいしょ。で、次ベルが行けそうなのが多分向こうだから、ベル向こうで待機しといてもらおう。あね。あー、間違えたー、ベルー。あとそこ行けなーい。ごめんて。これそこにいて。よーし、鍵手に入れた。これで、鍵手に入れたから、鍵。で、ここかな？鍵を使う。開け。お、入れそう。入りましょう。
思い出が？ごめんね、お昼休みに呼び出して。昨日の事故に、事故の件か。昨日の事故の件については大体分かったわ。あなたは気にしなくていいのよ。あ、それと今日の放課後、時間空いてるかしら。放課後？あ、はい、空いてます。記憶の中で初めて喋ったかな。あ、てか先生と喋ってる時は記憶あるんだよ。先生ね、悩みがあるの。はるちゃん、あなたに相談したいなって。ほう、先生が悩み。え、悩み？先生の悩みって何ですか？それは後でね。私たちの教室がある廊下の奥に空き部屋、空き部屋じゃない、空き教室があるでしょ。そこでお話ししましょう。3階の一番奥にある空き教室ですね。わかりました。ここ行くんだろうな、多分3階の一番奥にある空き教室。ありがとう。じゃあ約束ね。思い出した。約束の場所は3階の一番奥にある空き教室だ。やべ、BGM なくなっちゃった。力出れる。レバーか。あとはここから出る。なんかいっぱいある。調べる。あ、ここ何？変わる。アリさんおるやないかい。苦情だね。パイプを木の板で覆ってるのでしょうか。あ、待てよ、これが今の状態が、あー、これあれか、パイプの位置がこいつが間違えたとかそういうやつかな。どこのパイプだ、難しい。とりあえずこれを動かそう。ガチャコン。これで出れるようになった。で、ベルを外から呼ぼう。鍵からホイッスルに持ち替えて、ベルーと、あ、ちょっと止める位置が、ここでベルが出れて、あ、めっちゃ動くじゃん。どれだっけ。ちょっと待って、これか。どれだっけ。一旦あいつを呼ぼう。何番目が正解だったっけな。5か6か。来る？来た。ここは？ダメでした。6で行こう、6で。6がどうなるかな。ウェーイ。やだー。間違えちゃった。それ報酬。見食べといて。あ、で？お、待って。ちょ、降りることはできないんだな。あ、で、私がこのはしごのとこに行く必要があるから、エビ呼ぶ。エビ呼ぶじゃねえ。呼ぶのはエビじゃねえ。カメだ。よーし。降ろして！よし。地獄降りる。これでいけるんじゃない？だねー。いけるんじゃない？教室？どこだろう。ハルさん、少し震えているようですが、先生いるのかな、ちゃんと。本当、先生だよね。大丈夫。進もう。
廊下記録された。